FXSP ブレイクアウトですね。トルク重視のなんていうかな、キャブ車の時代の楽しい遊び方をこの今のこのブレイクアウト直線番長ですね。トライジャーのボスです。いつも応援ありがとうございます。今日も走ってなんぼシリーズを頑張りたいと思います。これは、前期の、ね、ブレイクアウトです。 FXSB ですね。 FXSB ブレイクアウトですね。このブレイクアウト君の前後のホイールを、パフォーマンスマシンに変えて、で、トリプルツリーで、レイクツリーでちょっと寝かして、で、エンジンを、ジムスの131、2150cc かなに、乗せ替えて、でインジェクションをキャブ化にして、でハンドル周りであったり、タンクをストレッチしたり、シートを作ったり、マフラーやなんやかんやとこうカスタムした車両です。昔のね、ハーレーのカスタム、今から20年ぐらい前かなにはよくそのソフテール、あの時代はエボやったんですけども、エボのバイクをエンジンをビッグエンジンにね、シリンダー変えたり、ヘッドを変えたり、腰下から全部こう入れ替えたり、いろんなことをして、でキャブをこう S&S や FCR やいろいろね、もちろん CV キャブのフルチューブキャブね、45さんのそういったもろもろに入れ替えて、トルクを楽しんだこうハーレーのこう遊び方をよくしたもんです。でツインカムになってね、徐々にその方向性が変わってきて、で特に今のミルウォーキーになってもっと変わってきてるんですけどもね、やはりそのキャブ車の時代の楽しい遊び方をこの今のこのブレイクアウト、今じゃないな、この2013年から17年までのね、このブレイクアウトで楽しもうと思って作ったバイクです。こういうカスタムは珍しいですね。ある程度こうハーレーを分かって来られた方で、昔のキャブの時代も知ってられる方が、乗られるようにするようなバイクだと思います。僕も実際これ大好きですね。このトルク重視のなんていうかな、こう直線番長ですね。この感じが好きです。ほら、もうローフォルムで腰をガンファイターにして押さえて、であえてミッドコントロールにして、シフターもね、電動シフターを入れてね、作ってます。これってなかなか、ね、珍しい。それにここまでねお金かけようと思ったら大変です。本当に大変です。それに好きじゃないとなかなか乗りこなせないですね。皆さん、まだこの時にはミッドコントロールになってなかったな。この後でね、ミッドコントロール化してね、ガチガチ。それにメーターもね、分かりますか、真ん中にあるでしょ、あれスタックのメーターね。あのスタックのメーターだけでも十何万するんですよね。これがね、このタコメーターがこう動く、この針の感じがね、何とも言えずにね、いいんですよ。本当に楽しいバイクですね。今は多分この子はレース場サーキットで、直線番長で走るように使われていると思います。もう公道走ってないと思いますね。こんな感じで説明になってるかな。ただただブレイクアウトのね、こういったカスタムもね、こういう風なイメージで作れるっていうのをね、知っていただいた方がいいかもしれないですね。側をこう激しくこうショートフェンダーやいろんなものにするのもカスタムの一つの傾向でも、走りを中心にエンジンを触ってこう持っていくのも僕はいい車両だと思ってます。楽しいかな感じかな。でも
このね車両ね、前にもねこれの後に進化したやつを紹介ご紹介したことあると思うので、今はちょっとこれぐらいにしていて、時々ねもうこれ画像と全然違う話したいな、時々よくあの僕がいろんな本を読んでるとかいろんなことでいろいろ教えてくださいとかいう話、教えてくださいじゃなくていろいろ尋ねてこられることが多いので、お話をしますけども、僕がねよくね、好きなを加速していってるでしょ、バカですよね半減で、それも半袖でね、ダメですよこんな真似したらダメですよ言うことわからないんだ。僕がよくね、よく予防本とかやったね、石川真理子さん、画像と全然違うけど石川真理子さんっていう人がいてます。この人の本いいですよ。であと土孔敏夫さんであったりね、鍵谷、秀三郎さんであったり、もちろん一番好きなのは安岡さんですね。安岡正弘先生かな、結構いろんな人の本を読みます。稲森和夫さんももちろんね、もしくは何か本とかこう読みたいなと思われるんであれば一声かけていただいたら、どんな本がいいかななんかお話します。さっきからバイクの話とバイクの画面と全然違う話してるけど、でもこの加速いいでしょ。これねキャブ車のね何とも言えんこういい感じなんですよ。僕今のインジェクションチューニングも好きなんですけどね、このキャブ車もね、キャブ車にまあ車検のこともあるしいろんなことがあるから何とも言えないけど、もしかこう機会があるならば乗ってほしいかな。ちょっと楽しみをねあれをしてもらったらいいかな。ごめん、なんかさっき本の話を一瞬しちゃったけど、いつでも何でも言ってくださいね。僕の今の持ってる知識をできるだけ皆さんにこうお渡しすることをしようと思ってる。本当に簡単でいいですよ。メールでいいですから、社長こんな、ボスこんなことで悩んでんねんけど、なんかいい本あったらそれだけでいいですから。僕一番多い時やったら年間160冊ぐらい読んでたんで言ってくださいね。なんか今日もこんな感じで一瞬で終わってしまったけど、これからも応援よろしくお願いします。いつも、ありがとうございます。なんか変な回でした。